ゆきです。聞く間が第418回の時間がやってまいりました。早川さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週ね、そうですね、敬老の日なんてお話をしたら、まはい、そうなんです。なので山の日の話またきちんとねフィードバックしないということでゆきさんが、1週間かけて必死に調べてくださって、はい、必死に調べました、はい。今日は敬老の日じゃないですね。そうですね、はい、19日の月曜日でしたね、はい。今週は ということは今月はやっぱり今年は毎年そのおそらく月曜日に持ってくる、うん、第3週の月曜日ですね。これシルバーウィーク、そうです。シルバーウィークって今思ったんだけど、そのゴールデンウィークに対応させてシルバーウィークって言ってんじゃなくて、ひょっとしてあの敬老の日だからシルバーウィークって言ってる。多分両方なんじゃないですかね。うまい、遅い気づくの。うん、遅い。俺さ最近、まあ、確かに知らなくてもそんなに直ちになんか人生に困ることないけどなんかそういうのってある。あります、あります、いっぱい。なんか例えば最近知ったでもいいし。最近ね、うん、ある歌のね歌詞とかって結構捉え違えてることとかありません？それひょっとして動揺？動揺もあるけど、うん、まあいいや、うん、私の場合、うん、矢切の私っていう歌があるの。何それ？演歌なんだけどね。渋いね。でそれって私はずっと私そのミーだと思ってたの、うん、矢切の私の私は。あ、そう思うよね、知らないと。そう、矢切の私ってこう渡すブリッジだったのね。なるほどね。だからそれが歌のモチーフになってたんだけど、それがなんかこの前テレビでたまたま流れてるのを見て、文字を見て初めて、字面を見て初めて理解するってことありません？あれあれあれ。だから歌の歌詞とか多分童謡とかも多いっていうかね、うん、知ってた？どんぐりころころ。じゃあちょっと歌ってみてください、最初から。どんぐりころころ、どんぐりこ、はい、ブー。 歌詞を見るとですね、はい、歌いますよ、はい。どんぐりころころ、どんぶりこ、お池にはまってさ、大変なんですね、これ。皆さん調べてみると分かると思います。どういう意味ですか？それはですね、皆さんのご想像にお任せします。どんぐりがころころ転がった、どんぶりの湖かな、どんぶりこっていうのがあるのかしら。でお池にはまってさ大変なんじゃない？あ、でもですね、僕が今調べた限りのどんぶりこはカタカナなんですけども、なんだろう、ちょっと取材不足なんで逆にこれ皆さんねご存知の方ご投稿いただきたいですね。確かに、うん、確かにちょっと調べないと。でもなんでそれわかる、急にそういう例を調べようと思ったんですか？なんかがあったんですか？なんかテレビで見たんだ多分。みんな勘違いしてることみたいな。そう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 。でも確かにどんぶり、そうだね、どんぶり、どんぐりこだと思ってた。意味もよく分かりませんでしたけどね、どんぐりこでも。ちょっとネットで見るとこれは信憑性薄いですが、どんぶりことは池に落ちた音の擬音語です。納得いかないよね。ぼっちゃんじゃないんだ、うん、それがどんぶりこなんだ。ちょっと無理あるよ ね、でもちょっと。なのででもやっぱりどんぐりこだと思ったでしょ。思ってました。でも普通に考えたらどんぐりこもよくわかんないよね。そうすると、そうなのよ、こって何よみたいな。だからどんぐりの子供かと思ってたの。あ、かわいいね。またそう、そうこんなことですね。なので皆さんぜひそんなものがいろいろあればね、ご投稿いただくと。それもちょっとコーナー変わってきますけど面白い、ね、面白い、面白い。それだけで 5分ぐらいのコーナーになりそうですね。本当に、うん、ブランニコスモポリタンの次はそちらでいきましょうかね。私のちょっとしたミステイクみたいなね。皆さんとつながりたいと思いますので、はいはい、どんなこれオープニングだったんですかね今。そうみたいです、はい、そんなわけで、ね、本編はシリアスにいきたいと思います。はい、続いては今月の菊間がインタビューです。今月は鮮魚店根津松本の店主でいらっしゃいます松本秀樹さんにお話を伺っておりますが、今週が第3回になりますね、はい、もう3回目となると皆さんもう魚食べたくてしょうがなくなってるでしょうね。本当ですよ。なのでもうゆきさんもぜひ根津松本に行っていただきたいんですけども、はい、ぜひぜひ。なんか最近思うことはですね、なんだろう、プロフェッショナルな人って、まあ、もちろんプロフェッショナル出てますけど、
なんかやっぱ脇目も振らず何か一つのことに全てを捧げて他を捨てられる人のことじゃないかなと。なんか某番組みたいになってきましたね、まあ、俺が聞かれたらそう答えるかなみたいなちょっと、いやなんか接してて思うんだよね。もちろんその技術が高いとか何かこだわりがあるとか、もちろんねいろいろあると思うんだよね。まあ、なぜそう思うかっていうと、こう実は最近ちょっとトークショー付いてきてですね、はい、プロフェッショナル松本秀樹さんの前に、まあ、以前コスモポリタンにも出ていただいてますけど、プロフェッショナルといえばパリのテーラーの鈴木健次郎さんともこの間実は、表にはあんまり出せないクローズドなダイナスクラブの、プラチナ会員様向けのトークショーを2人で、銀座でやってきたんですけど、そこで接しててまた話してて、まあ、まさにその鈴木さんと松本さんと接してて今言ったように脇目も振らず何か一つのことに全てを捧げ他を捨てられる人っていうのを感じた。だからこの番組ではねワンシングだったりいろんな修行人が働くとかである意味そういう、まあ、絞り込む思想って話はしてるけど、でも本当にできてる人ってほとんどいないから、まあ、別にそれは生き方だからいい悪いじゃないと思うんだけど、ただプロフェッショナルってそういう人のことを言うんじゃないかなっていう、でその度合いがドラスティックであればあるほど、まあ、そういう意味ではプロとして成功している気がするなと。つまりイチローだったり、まあ、カズだったり、ね、錦織君もそうなんですかね、はい、やっぱストイックですよね。ストイックですよ、うん、なんでまあそんなことを感じつつ、多分この第3回か第4回あたりでその辺をすごく感じる部分が皆さんあると思うので、はい、ぜひ耳を傾けていただければと思います。それでは松本秀樹さんのインタビュー第3回お楽しみください。はい、そう今ねその日本一の魚屋さんっていう話もしましたけど、はい、ちょっと話がまた戻りますが、やっぱりそのね、もう松本さんといえばと、まあ、根津松本といえばと思いますけど、その目利きの力がまあやっぱりものすごい、まあ、まさに日本一ってことで評価されてる部分あると思うんですけど、その中でやっぱりその一の線しか選ばないのをこだわってきたっていうのを、はい、まあ、いろんなところで見たんですけど、うん、いわゆるその目利きの力、まあ、一の線を見抜く目っていうのは、はい、一回もう身につければその目っていうのはもう落ちないんでしょうか。うん、そんなことないです。まだ失敗します。しますか。します、します。たまに。あ、今でもありますか。あります、たまに。それは磨いて磨いて磨けば失敗しなくなるんですかね、それともやっぱり誰でもそれは失敗することはあるんですか。失敗すると思いますよ。うん、完璧はない。うん、ないと思います、うん、きっと。魚もすごいですから、外身がすごいやつは。うん、なんて言うんだろう。そうか、人間と一緒か。そうですね。そうは言ってもその一の線をまあこだわる見抜く目がやっぱりねあるから、それをキープしてるからやっぱりこれだけね、まあ、ご本人の中ではまだ高み達してないかもしれないですけど、はい、日本一って評価される中で、うん、そうは言ってもその、まあ、目利き力っていう言葉があるか分かんないですけど、それをどうキープしようとしているか、磨いているか、高めようとしているかっていうのは何かありますか。目利き力をキープするっていうよりも気持ちを維持することが大切です。気持ち、うん、だからそういうものを扱っていこうっていうとすっごい疲れるんです、正直なところ、うんうん、そういう魚のプレッシャーもありますから、魚から来るお前売れんのかって、これ、うん、お前俺を売れるのかっていう、いや本当にあるんですよプレッシャーが。でお前がちゃんときちんとした仕事をしてお店にお客さんにちゃんと売れるのかっていつも問いかけられてる気がするんですよ。それは常にプレッシャー。プレッシャーですよ、すっごい疲れます、うん、変な話ですけども、まあ、スーパーに置いてあるお魚たちを僕は例えば仕入れて、はい、まあ、ちゃんと きちんとした仕事をしてこれお客さん安く売れるしいいなって思ってやれるときは結構気が楽なんですよ、うん、そして最高のものを仕入れたときはやっぱり値段もついてきちゃうんです、うん、いいやつっていうのは。そうですね。そして例えば1000円で買ってきたものを1000円で売るわけにはいかないんですよ。 そうですよ。それを1500円にするには結構大変なんですよね、うん、アジ1匹例えばまあ2000円で、こんな普通のアジですよ、うん、2000円で仕入れたものを2000円で売るのはまあもしかしたらできるかもしれないですけども、うん、3000円で売るのは結構きついんですよ、うん、お客さんに対してきちんとした仕事はもちろんどんなものでもするんですけども、何の不備もあってはならないっていうのをずっと心に留めて仕事してるんで、うん、いい魚を仕入れて続けるっていうのは辛いです、うん、
ですよね。で目利きに関しては磨いてるっていうよりも寄ってきます今。そういうものが。でもやっぱりそういうふうに、まあ、ある意味勝負し続けてる人だから分かると思って寄ってくんじゃないですかね。いやそれもあるし、やっぱり仲卸の人たちも僕の前に出しますよね、はい、そういうものを。あそこそうですよね、はい、やっぱりきちんとやってくれるところに魚は行きたがると思うんで、うんうん、そういう世界があるってことですね。そうですね。あのだからポッと言ってこれいいですねくださいって言っても売ってくれないですから、うん、あの最高のものっていうのは、うん、まず表に出てこないです。全部隠れてるんで、うん、だから普通の魚屋さんだったり、うん、普通にまあすぐお寿司屋さんやってみようと思った人だったり、うん、イタリアンの人だったり、まあ、ポットでの人がポッと行って売ってくださいって言っても、うん、もう絶対見ることもできないです。そういう意味ではそのある意味胃の痛くなるような思いをもうずっとし続けて、そうですね、ある意味フラフラになっても立ち続けてるから、うん、今があるみたいなところやっぱあるんですかね。そうですね。辛いですよ、うん、本当に。いやなんか僕もそのねハウトゥーで言うのもあれですけど、その目利き力を身につけるために、はいはい、まあ、ひたすらその市場に行くってことはもちろんあると思うんですけど、はい、例えばなんか海外に行っていい魚をあえて海外で見るとか、はい、ちょっと分かんないですけど、例えばあと全然関係ないなんか食材をこう、まあ、仕入れたり、あの魚以外のものを仕入れたりとか、うん、なんかどっか食べに行ったりとか、はい、なんかそういうことももちろんあるのかもしれないですけど、なんか もっとある意味その地味で重い一対一の勝負をずっと繰り返して、そうです、そういう感じですよ。ずっと対峙するって感じですよ。それがあの大勢がいるじゃないですか、うちの店に、はいはいはい、だからやっぱりお前 こいつは売るけど俺は売らないのかっていうのはなんとなく聞こえてみたりだとか、いやでもそれでまさに聞きたかったんですけど、まあちょっと経営者としても先輩なのでちょっとあの比べるのもおこがましいんですけど、僕もそのなんだろう、まあ、インタビューって職人でありながら会社も経営してて、はい、まあ、職人としてその突き詰めていくことと、まあ、利益をきちんと出して、はい、でまあややもすると結構相反する部分あるじゃないですか、うん、はい、アーティストとクリエイター違うじゃないけど、はい、だそのところ今のところでいくと、その一対一の魚との対峙、はい、そしてそれをお客様のもとに売り出すっていうだけで、まあ、とにかく一切妥協せずにやってる中で、うん、何が言いたいかというとですね、その職人として一の線をずっと貫くっていうことだけで人生も捧げるレベルだと思うんですよ。うん、だけど同時に人も雇う経営者として利益もしっかり出し続けていかなきゃいけないと。なのでこのなんかそこへの葛藤とかありますよ、すっごいあります。やっぱりあります、ね、あります。それって、まあ、いろんな理由あるのかもしれないですけど、はい、まあ、例えば奥様と2人でやっていくとか、はい、そういうことっていうのは ないんですかね。いやそれをあのこれ若い衆が聞くだろうから、まあもうでもはっきり言っちゃいますけども、僕は結局のところは家内と2人でやりたいんですよ。うん、それこそあのその庭付きの、はいはいはい、小さい一戸建てで、うん、そこで家内と2人でやるって、魚全般っていうのは僕が全部触るっていう、うん、今やっぱり若い人が今男が育ち盛りの男が3人いるんですよ、僕の他に。でまあ結婚もするし、うん、まあしてるし子供もいるし、うんうん、でそれなりに僕のところで働いてよかったって思ってもらえるような、あの稼ぎだったり仕事だったりをさせてあげたいって思うわけじゃないですか。だからやっぱり彼らのためにもどうにか売り上げを作るような仕事っていうこともしなきゃダメなんですよね。だからそれを彼らに任せて僕はもう引っ込みたいなっていうのは正直なところはあることはあるんですよ。ちっちゃくていいんです、うん、僕が表現したいものは、うん、ちっちゃい世界の中でこじんまりと全部僕が触ったものでやりたいというのは理想ですけどもね、うん、でもまあ経営者なんで、うん、そういうわけにいかないんで、うん、でも今まさにその ING で進行形の話ですけど、はい、でももちろんね人生先のことは誰も分からないですけど、はい、でもやっぱり最終的にはそこをやりたいというのはあるそうですね、ということですね、はい、リア店で僕も実はそういうのをずっと考えて今もうそれを踏み出そうとしてるんですけど、あもう踏み出そうとしてますか。なので、まあね、松本さんがせっかく言ったんで僕もこれはこの配信しようと思いますけど、はい、やっぱり皆さん多分
そういう葛藤ずっとあるでしょうね、うん、まあもうね大企業にしてっていう人はまた別でしょうけど、はい、チェーン展開して、はい、まあ、なんかやっぱりそのもちろん経営もできる方なんですけど、やっぱりその前に一、まあ、アーティストって言っていいか分かんないですけど、うん、でもさっきの芸術アート、はい、そこをどこまでその小さいと、ね、世界でもいいか、そこをどこまで突き詰められるかっていうのを多分、うん、なんかそこは聞きたかったので、うんうん、いや本当に、うん、例えば包丁の角度一つっていうのはみんな違うんですよ、やっぱり微妙に違うんですよ、うん、どこで包丁、例えば小肌開くときにお腹、小肌分かりますよね、この間切ってもらいましたよ、あ、そうですかなんていうのかな、松本さんに微妙に違うんですよ、うん、いやまあみんな違うと思うんですけども、うん、そういうのもやっぱり気になることは気になるんですよね、うん、いやなのでね、なんか先輩前に言うのもおかしいですけど、僕ね、なんかすみません、ちょっと失礼だと殴ってもらっていいんですけど、いやいやいや、なんかすごい嬉しいっていうか驚いたんですよね、その松本さんもちろんこのお店の店主だし、はい、ここ一番はやるんだろうけど、はい、行ったらいきなりいらっしゃったし、はい、小肌もいきなり普通にさばいてくれたし、はい、なんか経営的に考えたらもっと変な話効率よくやるってある程度もっとできる部分はあると思うんですよね、はい、でもまあさっきの配達も行くしみたいな、うん、大変だし、まあ、近いからってのもあるんですけど、でもやっぱりやりたいんでしょうね、いややりたいです全部しゃしゃり出たいんですいやなのでなんかいや素敵だなと思って、でもそのね、頼まれれば調理まで行っているところも見ましたけど、はい、あんまり言うとお店が効率落ちちゃうんで番組で言ってるのか分かんないですけど、はい、今あれですよね、まあ、捌くのもやってもらいましたけど、なんか物に対して揚げるとか役目やってくれるんですか？ああもちろんです、もう結構僕それを聞きたかったんですよ、どこまでやってくれるお店なのかなって、単純に料理まではしてくれないんだろうけどみたいな、変な話ですけどお客様が、いや私タケノコのいいのもらったのよ、電話かかってきて、言っちゃっていいのかなこの場合いや言ってください、そして配達の時持ってきなさい、あ、ありがとうございますって誰若い人がもらって帰ってきて、はいはいはい、タケノコご飯作れって言うんですけどそれはすごいですね、あんたたちも食べていいから私の分も持ってきなさい、ああそうかって、こんなにいっぱい、はい、よこすんで、まあ、とりあえずタケノコご飯作ってあんま関係ないっちゃ関係ないですよね、そんなのも結構でも当たり前でありますよねそうか、でもまあ多分もうないんだろうなと思うんですけど、まあその一戸建て一軒家の時はどうなのかちょっと分かんないですけど、いわゆる飲食の部分まではやろうとは思わないんですか？あんまり思ってないんですよ、そこの一軒家だったら出すとかも今のところ考えてない、出すんだったらコーヒーとかそういうんだったら出そうかなと思うんですけども、お茶とか紅茶とかその魚そのものっていうのないっていうのは何でですか？僕は料理はプロじゃないからです、あ、僕は一気に二流に落ちたくないんで、そしたら、うん、興味がないことはない、できます、しかも結構美味しいの作りそうですよ、はい、できるんですけど、うん、僕はやっぱり食べに行くじゃないですか、はい、職業柄食べに行って、ああすごいなって思う人は何人かいるんですよ、うん、その人には勝てないと思うんでやらないです、うん、だからお客さんがまあ焼いてくれとか、そこら辺は炭火とかちゃんと焼きますけども、はいはい、でちゃんとお店として料理を出しますっていうのは多分やらないと思います、でもなんかその辺のもう、まあ、ある意味絞り込めてるというかご自身のやること、はい、それってなんか変な話、こういろいろ浮気するじゃないけど、ふわふわしたりとか、はい、よぎったこととかちょっと一瞬それたこととかないんですか？言わんとよぎるのはもうしょっちゅうですよ空想の世界に入るのはしょっちゅうです、はいはい、炭火焼きでこんな魚の串のやつで最高のやつをやりたいなだとか、はいはいはい、それは商売的には、うん、多分僕がオーナーになって何て言うんだろう、はい、指示出してやれば分かりますよ、ね、まあまあいいんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、なんかでも二流だなと思っちゃうんですよね、うん、なんかときめいたりはしないんでしょうね、じゃあそうするとそうですね、商売的にはときめきますよ、ますよね、商売的にはでもどっかでね、自分で個人として考えた時にね、そうですね、何か、まあ、後ろ目指すじゃないけど、そう、あ、いや、プロフェッショナルですね、いや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 器用じゃないんですよね、それだけです、いやでもすごい共感します、わかりますよね、いやわかります、僕は結局それで今、まあ、これも僕もどこまで言うかですけど、でも松本さん言ってるからですけど、結局職人の道を選ぶことに覚悟を決めて、うん、はい、でそういうタイミングでお目にかかれたので、はい、ますます行こうかなと
良いこと、良いもの。かわいい。今日ちょっと変えてみました。いいですね。9月なので。さあ、ということで、はい、月に一度のお楽しみ、はい、良いこと、良いもの。本日は何を？これですね、僕いつも結構、なんかほら、いくらでも出せる時と、なんか苦しむ時あるんですけど、結構出せるんだけど、やっぱりね、アプリとか本はいくらでも出せるんだけど、やっぱりなんとなくどこかで誰も責めてないのに、なんかほらやっぱ違う方が面白いかなと思ってですね、まあ音楽昔一回出したと思うんだけど、聞き耳の時じゃないかな、あれクラシックだったと思うんだけど、前もその時から久しぶりにですね、あの時は石田衣良さんの小説からなんですが、今回はですね、別ですね、マリア・ジュアン・ピリスのコンプリートソロレコーディングスボックスセット CD です。はい、マリア・ジュアン・ピリスってご存知ですか？私は存じ上げません。私も存じ上げなかったんですが、彼女女性なんですけど、72歳ポルトガルの女性ピアニスト、そんな彼女がですね、70歳記念に、作ったアルバムなんですけど、まあ、CD ボックスセットってことで、はい、20枚組わお20? なんですが、もう素晴らしかったんですけども、彼女はですね、はい、今話したようにポルトガル生まれで、幼少期からピアノを始めて7歳でモーツァルトの協奏曲を公開演奏、9歳で政府から、青少年音楽家に与える最高の栄誉を受け取ったっていう、まあ、そういうエリートなんだけど、まあ、一時故障してですね、そこから復活して、まあ、世界的なピアニストになったっていうところなんだけど、まあ、そんな彼女のですね、CD なんですけども、何がいいって、まあ、実はさっきちょっとゆきちゃんにも聞いてもらったんだけど、本当はいいスピーカーでなんだけど、まあ普通にまあちょっとパソコンに入れてるものから聞いてみて、録音状態がいい、つまり音がいい、はい、でこれだけ言うと、ほらなんか普段なんかそんなこだわらない人は、いや別に音いいとかあんのかなみたいに思うと思うんですけど、僕もその一人でした。正直そんなに音って思ったんですが、そんな素人の僕でも、歴然です。つまり普段なんかこう無料で結構最近聴けるじゃん、はい、Amazon Music とかでも聴けるけど、なんかそこのとものがやっぱ違うなっていうふうに思って、でいろんな楽しみ方ができるなと思って、彼女はもともとモーツァルト弾きっていう結構イメージが強いんだけど、シューベルトだったりショパンとかのアルバムも素晴らしく、今回先ほど話したように20枚、はい、これ20枚あってもでも7000ぐらいじゃないかな、なので、まあ、20枚かなんだろう、レコードじゃないんだけど、まあ、もちろんね、 iPhone に入れたりとかパソコンに入れるのはいいんだけど、もう俺も実際入れてるんだけど、なんかほらその時の気分で、なんかレコードみたいにその20枚からピックアップして、今日はショパンがいいなみたいなさ、おしゃれ、そういう楽しみ方もいいんじゃないかなっていう。どういう時に聞かれるんですか？でも、まあ、朝とか、やっぱ気分をちょっとこう一新したい時かな。あと、まあ小説書いてないけど、小説とか書けそうだなと思うね、それこそイラさんね。なので、まあスマホとかイヤホンで聞くのもいいんだけど、ぜひですねスピーカーで聞いてほしいなと思います。でスピーカーっていうとまたハードル上がりそうだけど、ほら普通に今 BOSE とかでもさ1万円ぐらいで、まあパソコンにくっつけるやつで十分音いいやつあるから、やっぱそれで聞いてもらうといいんじゃないかなと思います。で今回一番ちょっと実は伝えたいのは、そのまあ、このピリスのアルバムでもあるんだけど、はい、その出会いが面白くて、これ今回なんで知ったかっていうとですね、はい、僕がですね、ちょっと通ってるある治療院があってですね、そこに初めて行った時に、治療院なのにそこでこういきなりこのピリスの音楽が流れててですね、スピーカーでおしゃれじゃん、なんか違うところに来た気分ですね。ちょっとゆきちゃんさっき実は聞いてくれたから、ちょっとだけ多分リスナーの方よりイメージが分かると思うんだけど、いわゆるですねそこはワンルーム、ワンルームじゃないけどマンションで、ほら結構それ治療院ってマンションの中でやってるとか、そこでそれが流れて、なんて言うんだろうな、もう それも治療の一環みたいなさ、でも慌てて先生にこれ何ですかって聞いて、ピリスって知って、即買いみたいな。なのでなんだろうな、そのまあ本でもいいんだけど、やっぱその出会いってさ、最近結構変わってきて、まあもちろんそのインタビューした人から教えてもらうとか、レビューで知るとか、自分でレコード店で知るっていうのもいいんだけど、結構面白いなと思うのは、まああとランキングもいいと思うんだけど、自分の好きな環境や人の中にあるものからピックアップすると、自分の感性には掘り出し物が見つかるっていうのをちょっと思ったので、まあ、なんかランキング軸もいいけど、その環境軸っていうね、まあ、常々そういう出会いっていいですよね。いいよね。うん、
でそんな感じで僕は出会ったので、まあ、今回ねこのピリスのアルバムを紹介しましたが、皆さんもそんな感じでね少し日々視点を変えると思わぬ素敵な掘り出し物が見つかるんじゃないかなと思います。それではエンディングのお時間です。この番組では皆様からの質問をどしどし募集しております。キクマがトップページ入っていただきまして、コンタクトボタンをクリックしてください。そちらから早川さんへの質問、番組へのご意見ご感想をお待ちしております。また早川さんに直接相談したいという方には、早川さんが1対1で Q&A を行うライフインタビューセッションも不定期で実施しております。メールではなく直接会ってという方はこちらもチェックしてみてください。詳細は yohei-hayakawa.com のイベントページからお願いいたします。さあ、次回9月最終ですが、はい、今のところおかげさまで不定期ながらまた12月ぐらいまで。あ、本当ですか。はい、もう決まってますので、はい、まあ、いずれにしても来週は確実になります。そうですね、もう最近これ板についてきたね逆に皆さん楽しみにしていただければと思います。はい、それではまた来週もお耳にかかりましょう。さようなら。